どうもフルフルです。さあ本日はマイクの調子がすこぶる悪いので普通の iPhone のマイクで撮っております。音質悪いかもしれないですけどご了承ください。ということで本日はタイトルにもある通りこちらを買ってきました。仮面ライダーストアにて、まだ段ボールですね。はい、リボルブチェンジフィギュア PB06 仮面ライダーギーツ9&ブーストフォームマーク3セットでございます。こちら5940円の商品で、まあ、見てわかる通りプレ版限定の商品となっております。プレ版って絶対こういう段ボール、まあ、商品名が印刷された段ボールで送られてくるんですけれども、こちらね僕予約してなくて割と後悔してたんですよ。そんな時にですね、最近はプレ版商品を店頭で販売する動きがなりきりワールドだったり仮面ライダーストアだったりでよくありまして、こちら特にねリボルブチェンジフィギュアシリーズはよく仮面ライダーストアで取り扱ってくれるんですけども、こちらも今回10月28日より発売してくれるということで朝一仮面ライダーストア東京行って買ってきました。結構ね並んでいてみんな買ってましたね。やっぱり人気なんですね。この間のなりきりワールド先行発売のカイザードライバーとソフィのファイズも販売されてましたが、そっちも結構買ってる人多かったかな。さあということでね、まず箱を開けていきたいと思います。さあということで段ボールから開けました。こちらまずは箱から見ていきましょう。僕リボルブチェンジフィギュアは一つだけ PB01 のパーツ22点セットっていうもののみ持ってるんですが、箱のデザインがとてもいいですよね。ボーイズトイフィギュアらしいデザインでありながら中が見えないところはプレ版の商品感を感じます。ギーツナインの顔がデカデカと映ってて最高ですね。そして箱自体はあんまり大きくないですね。22点セットがすっごい大きい、こんぐらいの大きさだったんで、それと比べると本当にアーツより一回り大きいぐらいって感じですね。側面にはブーストマーク3のフィギュアの写真が載っており、こっちはギーツナインかな、載ってますね。そして裏も結構シンプルな感じですね。でここにも前にも結構目立つ色で下に注意書きが書かれているんですけれども、セット内容以外は別売りですということで気をつけなきゃいけないところなんですが、実はこの商品だけだと、まあ、こっちはギーツナインのパッケージになっているんですけれども、商品名のこのブーストフォームマーク3というところ、こちらですね、この商品だけだと実は再現できないんですよね。下半身のエントリーボディセットが必要ということで、まあ、珍しいマーク3のフィギュアなんて正直ほぼほぼないんですけれども、なのでこれを再現したい人はねちょっと注意が必要ですね。では箱から開けていきたいと思います。箱から開けますと中はこんな感じ。セット内容はブーストフォームマーク3ボディとレジェンドキュービーギーツバスターキュービー9とホームページには書かれているんですが、まあそれにあたり分割されていて、ギーツ9のヘッドパーツ、そしてブーストマーク3のヘッドパーツ、まあこっちはほぼギーツの顔かな、あとギーツのマフラー的なもの、この辺が分割されているので、実質パーツとしては 1,2,3,4,5,6 点となっております。ではまずはこちらのねブーストマーク3のボディから見ていきたいと思います。まあ、これだけだと誰やねんというところにはなっているんですけれども、こちらにギーツのヘッドをつけることでマーク3の上半身が再現できるわけですね。劇中だと本当にほぼ出てきてないですからね。ギーツで不遇のフォームといえばジェットとかコマンドを思い浮かべる人が多いと思うんですけれども、マーク3は正直存在すらも忘れられてしまっている気がする。結構かっこいいんですけどね、ほとんどブーストの色変えではありつつも胸の装甲とかとてもかっこよくなっているので、いやもっとアクションしてるシーンが見たかったですね。完全にギーツ9の前座みたいな感じでしたからね。ではこちらのブーストマーク3にはリボルブチェンジしていただいて下半身になってもらいましょう。まずは腕を横に上げまして180度回転させます。そして頭を背中側に持ち上げる。そして頭を入れ込んで腕を下げる。そし
で足の形に徐々になってきました。こんな感じですかね。リボルブチェンジフィギュアってすごいよね。一応これで一旦マーク3のボディは下半身となりました。いや変形面白いな。さあということでこれは一旦置いておきまして、続いてこちらのレジェンドキュービー見ていきたいと思います。レジェンドキュービーというかもはやこれはリーツナインの上半身になってしまっているんですけれども、こちらの背中パーツを一旦上げましてここにくっつけると、そして最後に頭をここに持ってきまして、さあほぼ完成でございます。ギーツナインってマスクつけてない状態だとこんな顔なんですね。ちょっと怖いな。ただ変形ギミックがあるのに全然形崩れてないっていうのはすごいですね。さあそれでは最後にマスクをつけて完成でございます。ギーツナイン専用のマスクがありますのでね。はい、こんな感じでございます。いやいいね、めちゃめちゃいいじゃん、かっこよ。さあそれではね、顔から順番に見ていきたいと思います。マスクがクリアパーツで複眼の奥行きがよりクオリティの高さを出してますよね。これ発表の時の写真より出来良くなってる気がします。複眼のモールドというか造形もとてもいいし、腕のこの部分とかは塗り分けは特に塗られたりはしていないですね。そして手の部分はリボルブチェンジフィギュアのしょうがないところなんですけれども、上半身と下半身を入れ替えるギミックがあるのでちょっと大味ですね。武器などは持たせられるようになっております。そしてギーツ9といえばこの後ろの尻尾、ギーツテール9という9本の尻尾がありますよね。これはまあキュービですからね、1本と2本そして真ん中は3本って感じで分割がされております。で表面から見たらしっかり赤の塗装も入っているのでとても満足がいく出来なんですけれども、ちょっとね後ろから見ると真っ白すぎるというか色がないのでちょっと寂しい感じになってますね。先週発売されました騒動のギーツ9と比べるとやっぱりシールを含むと騒動の方が細かく再現されているように見えますね。特にベルトは今回の RCF だと全く塗られていない状態なのでちょっと寂しいです。ただやっぱりギミックがあるっていうのと大きさが12分の1に近いので手に持った時の満足感が全然違いますね。あと個人的には塗りが少なくても塗装の方がシールより好きなのでちょっとありがたいかなって気はしますね。色は塗られてないところが結構あったりはするんですけれども、上半身の造形特に素晴らしいですね。胸部の造形や塗り分けとても綺麗です。そしてこちらはフィギュアーツの仮面ライダーギーツマグナムブーストです。大きさはかなり近いので並べると結構様になるんじゃないですかね。特に今回のギーツ9、顔がとても造形良くなっているので、なんならなんか全然アースと比べても遜色ないようなデザインになってますので、これ並べたら結構いい感じになるんじゃないかなっていうか、今並べてますけどとてもいいと思いますね。いや、リボルブチェンジフィギュア、ボーイズトイフィギュアといえど侮れませんね。そして付属品としてはこちらのギーツバスター QB9 が付いております。塗装はこちらは全くされていなくて真っ白な状態です。ちょっと寂しいんですが、実はこちらもガンモード、今ガンモードになっているんですけれども、こちらからこんな感じでスライドさせることでブレードモードに変形することもできます。変形できるギミックがあるんですね。武器にも変形ギミックをつけてくるところがやっぱり徹底してますよね。ボーイズトイフィギュアとして素晴らしいと思います。はい、ということで今回はリボルブチェンジフィギュア PB06 仮面ライダーギーツ9&ブーストマークフォーム3セット開封していきました。先週に引き続きギーツ9の可動フィギュアを手に入れましたね。今回はアーツとスケール感が近いのがとても嬉しい、そしてクオリティが僕が想像してたより何倍も良かったので、なんとか買えてマジで良かったです。本当に仮面ライダーストアすごいたくさんの人が朝並んでいたので、今日中になくなっちゃうかもしれないですね、店頭販売の方は。そして
アーツのギーツ9も早く手に入れたいなとより一層思いました。まあ何年後になるか分かりませんがね。ということで今回の動画は以上です。チャンネル登録、高評価、よければよろしくお願いいたします。バイバイ。